前箕輪さんが堀江まで乗り換えたじゃないですか。その時めちゃくちゃ文句言われたらしいんですよ。なんでそんなとこ乗り換えんだよみたいな。で切れて箕輪さんがツイートしてましたけど、いや楽天から乗り換えたら結構止められるみたいなんですね。これってでも不正競争防止法違反とかそういうやつじゃないの？下手したらそうかも。だって MVNO っていう制度を骨抜きにするような悪質な行為ですよね、これだって、はい、乗り換えを。この前箕輪さんが堀江前で乗り換えたじゃないですか。その時めちゃくちゃ文句言われたらしいんですよ。なんでそんなとこ乗り換えんだよみたいな。で切れて箕輪さんがツイートしてましたけど、やっぱりドコモやソフトバンク楽天から乗り換えたら結構止められるみたいなんですね。で堀江モバイル乗り換えますって言ったら、どこですかそれみたいに言われたらしいですよ。へえ、まあ、そういう風に多分止めるようになってるんでしょうね。それってでも不正競争防止法違反とかそういうやつじゃないの？下手したらそうかもしれない。多分その担当によって違うと思うんですけど、結構強く箕輪さん入れたみたいで切れてましたね。うん、でもそれダメでしょ。ダメだと思いますね。えで毎月3万円払ってたらしいんですよ箕輪さん。え、大手キャリアで。えで3万円が3000円になって10分の1になってたんですけど、言っていることは年間20万とか30万とかずっと何年も払ってたわけじゃないですか、うんうんうん、だからむしろご利用いただきありがとうございましたと思うんですけど、うん、なかなかそうにはならないみたいですけど、乗り換え先、そう乗り換え先結構聞かれるんですよ。あでホリエモバイルとか X モバイルっていうと、うん、何やねんそれって言われるらしいです。何それで、いやいやうちは例えば UQ モバイルとかは何とかありますよって言っていろいろそこで止めるんですよ、うん、これもしょうがないかもしれないですけど、やっぱおじいちゃんばあちゃんとか分かんない人が、いや何々ポイント全部なくなりまして損しますよとか言われるとビビるじゃないですか。箕輪さんですらビビったらしいですから。へー、まあこれも1回でも変えたら安くなるのと、あとはあれですね、ワンストップ MNP が今年の後半からスタートするんで、そしたらそんなん全部なくなります。あ、そうだよね。それはワンストップは、はい、だからもうフレームモバイル申し込んだら もう自動的に変更できるんですよね、はい、乗り換えると申し出るとソフトバンクからは数万円あげると言われます。ポイントじゃないですか。うん、それダメですよね、うん、でもそれ基本的には、うん、堀江さんをホリエモバイルに乗り換えますか。僕ねもうマルチキャリアなんですよ、うん、一応これ僕いろいろお仕事なんで、はい、ドコモもソフトバンクも楽天以外に全部契約してるんで、あとホリエモバイルもご利用いただこうと思います、はい、そういう大手キャリアが止めようとする行為、堀江さんが注意を発信してくれたら助かります。でも本当そうですよね、うん、めちゃくちゃ止められますからね。それなんか良、うん、くないですよね、うん、とかそれダメなんじゃないですかルール的に。かもしれない。今度ちょっと調べてみて、はい、普通に斉藤健一郎さんに、うん、国会の参議院の総務委員会で、はい、質問してもらいましょう。やってもらいましょう。こういう行為が行われているんですが、うん、総務省さん取り締まってますか。箕輪さんの録音しときゃよかったですね。そうでもなんか、うん、もしその乗り換え時になんかそういうことを言われたら、はい、録音でも何でもしといて証拠をもらえれば、うん、普通に国会で総務委員会の委員なんで、うちの運転手が、うん、僕が秘書やってる斉藤君が、はい、いや今でも運転してますよたまに。あ、そうなんですか。はい、でどんどんこう話題に出してもらって。いやでも本当に総務委員会で質問するべき事項でしょこれは。そうまさにだって MVNO っていう制度を骨抜きにするような悪質な行為ですよねこれだって、はい、乗り換えを防止するって、うん、それ良くないですよね。良くないです。でもそれが MVNO の競争、うん、自由競争を阻害してることにも当たるわけじゃないですか。そう思いますね。それ良くないですよね、うん、それ総務委員会で質問しましょう、うん、はい、ね、やりましょう。楽天ポイントは使えないですね。使えないですねアプリ通話でいいので楽天リンク、楽天モバイルさんのやつは楽天リンクにしないとそのかけ放題にならないんですよ。ああアプリの切り替えの。うちただのだってホリエモバイル普通の電話で5分無料です、はい、無料。それで5分無料っていうのは5分までの電話は全部無料なんで、はい、5分を10回かけても100回かけても無料です。無料です。5分以内だったら。でも結構今回気になったのが、うん、どんなとこから乗り換えてるのかってデータ取ったんですよ。で大手キャリア以外にも例えば、楽天モバイルさん、ドコモやソフトバンクさんもちろん多いんですけど、アハモ、ポボ、ラインモとか他社の安いプランから乗り換えがかなり多いです。あ、そうなの。これめちゃくちゃ意外だったんですよ。だから最初話した時ってもうすでにそういった人たちはホリエモバイル乗り換えないよね、乗り換えない人たちにどうやってこう発信していこうかみたいなことを話したと思うんですけど、意外と LINE もとかポボアハモからの乗り換えは予想のはるかに。ああ、でも逆に一回乗り換えてるから楽なんじゃない、うん、はい、そうだ、うん、だから乗り換え方を知ってるから、うん、もうなんかストレスなく乗り換えられるってことだ。そう、なるほど。多分なんかすごく、うん、ああ別になんか格安回線でも全然いいじゃんってなっちゃってるんですよ多分MVNO の弱点は大手キャリアの通信も上がりしてるのに、どうしてもゴールデンタイム時は優先度的に MVNO が低くなり使えなくなってることだと思います、うんうん、っていうか
優先度的に低くなるわけじゃないですよね。あ、それは昔はなんかそういうことあったらしいんですけど、うん、野田さんがその総務時代の時代にそういうのやめろって言ってルール化したんでないですよ、うん、それやったら違法です。違法行為になります、うん、だからそれ昔の話ですよね、はい、だからそういうイメージはあるのが残念なんですけど、今はそんなことなく普通に皆さん快適に使ってます、うん、楽天モバイルから乗り換え、快適に使ってます、うん、楽天モバイルでさ、ギガ使わない人は絶対乗り換えた方がいいよ。はい、いいと思います。それはだって絶対いいよ、うん、だってドコモ回線の方が繋がるもん、プラチナバンドだから、はい、今の楽天モバイルだったらギガを使わない人は絶対乗り換えた方がいい、間違いない。それはもう明らかに言う、うん、もう超大容量を使うって人を除いたらホリエモバイルの方が圧倒的に満足度高いと思います、うん、楽天 G メール送ったら半日後届いたり電話も不安定、ホリエモバイル乗り換えます。ありがとうございます。素晴らしい。なんでこんなに安くできるんですかって、そもそも高いんだよね、日本の携帯料金ってめちゃくちゃ高いですね。俺だってこの間タイに行ったら、はい、いくらだったっけな、うん、年間8000円とかで、そんなもん 4G5G ですよ、うん、ね、未だ結局ドコモやソフトバンク、まあ、楽天さんもそうですけど、寡占状態って全然変わってないですよ。うん、結局高すぎるんだよね。高すぎるし、うん、なんかそういうなんか解約もあんまさせないとか、こういろいろ複雑回帰なプランでこう MVN に行きにくくなってるんだけど、で、うん、今そんなことないわけですよ。総務省管轄なんですよ。総務委員会で斉藤健一郎君に頑張ってもらいましょう。はい、問題提起してもらいましょう、ね、問題提起してもらいましょう、うん、まあでも菅総理時代の悲願でもありますからね、国民の携帯を下げるっていうのは、うん、海外では使えないんですか。海外で使うあの堀江の Wi-Fi、 の Wi-Fi っていうのももうすぐ出ますんで待ってください、はい、待っててください。堀江の Wi-Fi の CM も実はあるんですけどね、うん新潟で取り扱いはありますか。ある、ね、あります、あります、はい、長岡だったり五線とかもありますね。総務省しっかりしてほしい。そうですね、メンタリスト大吾さんも通信事業やってますね。同じですよ、ご一緒させていただいております、はい、大吾さん今 Wi-Fi をやってくださっております、はい、楽天大会しようとしたら大会理由書き込み必須でめっちゃめんどくさかった、うん、あって書いときゃいいんですよ、あって楽天モバイルから乗り換えました。とても快適で最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。楽天モバイル店舗悪すぎて外出しストレスです。でしょうね、それはしょうがないですよね、うん、今プラチナバンドないんで、楽天モバイルがひどいので抜かえます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの楽天みたいに全然繋がらないとかないです、はい、ドコモの回線です。みんな繋がってます。お、ホリエモバイル特典が魅力なので新規で契約しました、うん、楽天は証券でガチでポイントがでかいので継続です。だと、うん、素晴らしいです。素晴らしい。やっぱポイントで結構縛ってるんですね、まあ、すなくなるってなるとね。ホリエモバイル SIM カードを変えるだけ。ホリエモバイル変えてない人は遅れてる。ホリエモバイル安くなってさらにお得。ホリエモバイル格安スマホを超える携帯の LCC。 ホリエモバイルにいってらっしゃい。